まあ、ガーシーさんによって暴露された、うーん、キリタンポさんっていうね、有名ユーチューバーさんがいらっしゃいます。まあ、23歳にして132万人ものチャンネル登録を持っている、まあ、凄腕のね、YouTuber さんだと思います。キリタンポさんすごい力を持ってるんじゃないですかね。でも今回、活動を休止することを決めたそうですよね。私、この辺は全く知らない。キリタンポさんも最近知ったっていうかね、3、4日前に知ったのと、あともう一人、中曽根、 えー、安高さんっていうね、政治家の方がいらっしゃるんですよね。まあ、この方も最近知ったんですけども、だから政治家ってあんまり有名じゃないんですよね。<laughs> うん、どうでもいいっていう感じですよね。もっともっとね、実績を持って有名になってほしいんですけども、スキャンダルによって有名になる人はいるんですけども、本当はバカな人ばっかりだなと、ふざけんなと思うわけですけどね。ま、あいいですわ。あの、これからお話しすることは全て憶測です。憶測なんで、あの、絶対に信用しないでください。あの、キリタンポさんっていう女性が、 おそらく4年前、中曽根康隆さんと、えー、なんかね、親密な関係を持っていて、そこが、まあ、いろんなね、証拠画像や証拠動画として切り取られていて、それがこれからどん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 暴露されていくんではないかなと思います。で、キリタンポさんは、どっちかっていうと一方的な被害者ですけども、この中曽根康隆さんって人が、何らかの悪事を働いて、この人に、いろいろと、う まあ追及したところ知らぬ存ぜぬで無視を通したんであだったらいいよお前の女のキリタンポ晒さらしてやるぜみたいな感じになったんではなかろうかと思いますでキリタンポさんは活動制限されてもう何年も前に別れた人のはずなのにこんなことになるなんてって感じでねキリタンポさんが値を上げて中園康隆さんにあんたのせいだよなんとかしてよみたいになっていくことを予見したんじゃないかなと思いますね まあそういうふうに本人じゃなくて外堀を撃つ作戦に出ていくのがまあいつものガーシーの作戦じゃないかなと思うんですよね。繰り返しますけどこれ憶測ですからね。憶測ね。うん。根拠のない話ですからね。私が適当に思ってるだけです。ですのでファンタジーです。 で、皆さんもそのようにして聞いてみてください。まあ、とにかく、なさか、中曽根康隆さんっていう人はね、中曽根康弘さんのお孫さんであってですね、中曽根康弘さんっていう方は、あまあ、123便と言ったらね、ピンとくる人は多いかもしれませんけども、あ,あの秘密を持っている人なんですよ。ね、まあ、ここからちょっとね、私もトーンが怪しくなって、何を話していいのか、話しちゃいけないことはどれなのか選びながらになりますけども、まあ、あそこまでの、 悪事を働いたとは言いませんけども、この中曽根康隆さんも、何らだかすねに傷を持つ者の,の身でしょう。で、桐リタさんと4年前、イチャイチャした頃っていうのは、奥さんとの関係も進んでいて、今ね、中曽根康隆さんは、なんか結構かっこいい顔でもありますしね、精悍な顔つきで、生え抜きの若手っていう感じで売り込もうとしてるんでしょうけども、その裏では、まあね、 男の欲望が渦巻いていてそれを実現させる金も権力もあるとそしてもみつぶす力もあるということで常に傷を持つ身に自らなっていったんではなかろうかと憶測してるんですよね憶測ですよそしてガーシーをはじめ NHK 党がこのくだらない政治家を国会から排除しようとする動きにむちゃくちゃ抵抗してきてその抵抗が正面突破できないんで だったら昔の女の霧たんぽを潰してあるぜ、みたいな感じでね、やってきたんではなかろうかと憶測してるわけですよね。さあ、ことの真相はいかがでしょうかすべて私の想像で申し上げましたけども、あの、多くの方もね、想像はすると思うんですよ。そして、周りの人とね、こうじゃないの、ああじゃないのっていろいろ噂話すると思うんですよ。真相はわかりません。で、わかったところで、もう私たちの、私たちに課せられた奴隷制度が変わるとも思いませんのでね、このまんま、どんどん高騰していく、 税金それから侵略される日本これを諦めた目で見つめていくしかないのかなというところですね。